どうもということで今週も水曜日になりましたんで、えー、今週のぼやきというか、まあ、お酒、えー、飲みたいと思います僕は週2回ですねお酒を飲めるということで、えーえー、今取れてるのかなうん、えー、週2回お酒が、ね、飲めるということで、えー、水曜日飲んでいきたいと思いますまずはこれ、えー、先週まではね、えー、ラフロイグのね えー、ハイボールやったんですけど今回は、えー、ティーチャーズですね、えー、よくもう知られてると思いますし、まあ、ほとんどよくお酒飲む人は知ってると思いますけども、えー、ティーチャーズでこうハイボールを作りましたいつもスモーキーさがラフロイグなんかすごかったんですけどティーチャーズもスモーキーではあるんですけども、まあ、ちょっと薄めですねラフロイグはやっぱり強烈にガツンときますけどもね えーまあ、ラフロイグそこそこ値段がしますんでねまた買うのはもうちょっと先になるかなと思いますけどまた買いたいなというふうに思いますちょっとうまい今風呂出たとこなんでねすごい暑いもう汗がかくぐらいでで先週でですねちょっと、えー、日本酒、えー、買ってた、えー、晩酒一本がなくなりましたんで今日、えー、その時リカマンで買ったこのお酒これですね えー、チゴの冷酒もうこれ安い何百円千円しない冷酒ですけどもこれをちょっと飲みたいと思いますさあどんな味がするかなさあいつものようにこの冷や、えー、のねこれで飲みたいと思いますあええ音しますねよしちょっとこれ、ね。 何と,と言えばいいんでしょうかちょっとこう何ちゅう,こうあ,すあっさりというかねこう水に近いような感覚ですねこれうんーへえこんなこんな味なんですねこれねちょっと何か書いてあるかな えー、清楚な香りと淡麗あそれで淡麗ですっきりとした味わいがと特徴ですそのまま常温か冷やしてお召し上がりくださいということでこれはそれ淡麗そうです淡いですね淡麗っていう感じですね確かにこれはうんちょっと薄め、うんまあ、僕の好みとしては晩秋1個の方がやっぱり美味しいかなとまあ価格も全然違いますけどね で今日はね今日のつまみはこちらですねこれ見えますかねこれです、えー、味噌にんにくとらっきょうと、えー、これキムチですね、えー、キムチ明日はまたちょっと違うのでしょうかなと思うんですけどもちょっと味噌にんにくだけ食べましょうかうん、うん、まあいつもの味,味噌にんにくよく僕買うんですけどね、うん、ちょっと日本酒いただきます そして今日の、えー、ジャンクフード、えー、ジャンクフードとしてはこちらですね。こちらも小池屋ですね。小池屋ニューストロング鬼コンソメですね。鬼コンソメ、これね。ちょっと開けたり、コンソメはちょっと、えー、どうだろう。わなかなかええ匂いしてますね。あ、そうか。なかなかいえ匂いしてますね。こんな感じです。こんな感じ。まあまあ。 標準的な、うん、うんうんうんやば濃いめですね濃いめなかなか美味しいさすがうんさすが濃い木だということですねまあ今日えー、っとですね今週はまあまあ今週は今週でいろいろあって僕としてはですね えー、今週、まあ、全力を、えー、尽くしてやったかなとでやることやれる自分のやれるところでいうとまあまあ、えー、全力に近いですね100%に近い状態まあ、えー、85から90%ぐらいの,あのパーセンテージはこうやったかなと動いたなと思いますな余力ちょっとまだありましたけどまあまあでも、えー、水曜日後半もギリギリぐらいですね 今お酒を飲んでやっとホッとできてるっていう感じでで昨日の晩はですねちょっとやってみようと思ってたんですけどプチ断食をしましたねプチ断食でえー、プチ断食っていうのは僕が言ってるプチ断食っていうのは晩ご飯を抜くということですねで朝ごはんは僕はあのー、生ジュースですねりんご人参生姜をミキサーでこう混ぜて で、えー、オリーブオイルを垂らしてっていうようなこう、えー、生ジュースとトマットとバナナで一番最初朝一にはあのリンゴ酢と冷水、えー、を混ぜたもんですねそれぐらいなんです朝の食事というかまあ 朝ちょっと入れるもんっていうのはそうねで昼は普通に食べるちょっと多めに食べてるかもしれないですけどもほんで夜は、えー、炭水化物をカットした食事をずっとしてるんですけども、えー、昨日に関しては完全に、えー、断食というかその水だけですね、えー、冷たい水だけを飲んでですねほんでこう飲まないあのー、そのまま寝るという形やったんですけども、えー、プチ断食はね去年も何回かしてたんですけどもその ちょっと寝つきが悪くなるんでですね、えー、言うたらこう僕の仕事始まりが金曜日なんですけど金曜日から始めるとちょっと、えー、寝つきが悪くなるんですけども、えー、火曜の晩っていうのはです結構もう疲れてる1週間の、えー、最後ぐらいになるんで、えー、結構疲れてるんで結構寝れる状態、えー、プチ断食しても寝れる感じなんで、えーまあ、火曜日にやってみようと思ってやったらまあ えちょっと寝つき悪かったですけども寝れてほんで起きた時すっきりした感じやったんでまあまあ良かったかなとでえ来週もね火曜日はできたらプチ断食をどうしてもお腹が空いてどうしても食べたいってなったら別ですけどもえプチ断食をしようかなと。 持ってますだから週1回プチ断食をしてですね体をこうリセットさせるようなねえー、感じでこうしようかなと思っておりますだから水曜日今日ですよね今日の昼ご飯を食べる時ちょっとね、えー、胃が重たい感じにちょっとなりますだからまあ水曜日はチートデイなんでたくさん食べるんですけどもちょっと今日なんかで言うとまあ今日でもまあまあ食べたかな食べたんですけどねうんまあうんプチ断食は僕は、えー ちょっとこう取り入れていきたい、その健康のために取り入れていきたいかなというふうに考えています。なかなかそのプチ断食が健康にいいかどうかっていうのは科学的にはこう証明されてないらしいですね。そのお医者さんに聞いたんですけども、お医者さんがそのプチ断食をこう推奨するお医者さんはも,もちろんおられるんですけども、それがこう科学的に絶対的にこう健康に 向かっているもんだということがこう証明されているわけではないということなんで人にこうおすすめすることはできないんですけども僕の中では週1まあできたら週2とかねそれぐらいこうできるといいもんではないんかなというふうにちょっと考えてはいるんですけどもまあそう無理せず週1ぐらいでこうやっていくという形かなと思います。ままあまあ、うん いいですよいろいろこう変化があっていいかなと思いますでまで、あ、今週はまあまあこれで、うん、まあ、うん、お店の集客的にはなかなかしんどいものがありましたけどもまあ、えー、自分のできることをねこうやっていくだけなんでこのままの調子でやっていこうと思います、えー、この後は、えーまあまはドラマを、えー、お酒を飲みながら楽しもうかなというふうに考えておりますということで皆さん 張り切って張り切ってというかまゆ、あ、っくり休んでください。ということですね。どうもありがとうございます。